例えばそのムランゴを作ってる時にも思うんです。オランデーズを作ってる時にも思うんです。誰がこんなこと考えたの？はい。で、これはムランゴを考えた人って天才だよね。マヨネーズを作った人って天才だよね。少なくとも日本でこのマヨネーズで生きてる会社があるからねっていう。でそれだけの発見をしたその人があとどれだけいますかっていうことを考えた時に当然謙虚にならざるを得ないですよね。そのソースアングレーズを作る時にここまで砂糖を入れるとそのどこまでパスチャライズの温度を上げることができるの、温度計なかった時代ですよ。もうこれはもういくらでも頭を下げる場所はある。もっと謙虚にならなきゃダメだと思います。18歳、19歳でこのフランス料理の世界に入ったわけなんですけれども、その時のそのフランス料理の背景、景色っていうのはどんなものだったんでしょう。1972年に辻蔵先生 の、 フランス料理の学び方という本を手にし、理論と実際の本を手にし、でその自分の中でフランス料理を学ぶ一つのその骨格といいますか、それが自分の中でもなんとなくその見えてきてた時代なんですね。でその時にそのヌーベル・キュイズィーヌというその名前がちょうど70年代半ば前ぐらいですかね、出てきました時に、その時の20代前半の僕とその下には全くその訴えかけるものが感じられなかった。でその大いなる疑問を持ちながら、まさにその真っ只中のパリに行ってしまったっていう。僕その一時ボキューズさんのまかないを作ってたりしたことがありまして、で今日はウッスープラが食べたいっていう、はい、目玉焼きですよね。でフライパンを用意して、でバターを入れて卵を落としようとした瞬間、落とそうとした瞬間に耐熱のお皿を持ってこい、はい、一からですね、バターを塗って、で塩を振って、で卵を割って、そしてそのままプラックの上で火を入れ、で最後ヴィネグル・バンルージュを沸騰させたものを卵黄の上にサッとかけて、わら、はい、もうこう今まで自分自身、まあ、その時でどうなんですかね、6年7年ぐらい多分やってたと思うんですけれども、あ、目玉焼きもできない自分がいるんだっていう、はい、それも自分にとって、はい、もう一度その勉強をし直さなければいけないこと、それのその基礎を作ってくださったのがそのボキューズさんであり、やっぱすごかったですね。もううもすもない、その立ってらっしゃるだけで、やっぱりシェフというのは格あるべしっていう。さり切り捨てる、はい、で削ぎ落としていって今の料理を仕立て上げるというこのプロセス、非常にクラシックを学んできた方々、特に僕らなんか教える身にとってみたら、削ぎ落とす非常に感覚的に難しいことだと思うんですけれども、
僕はあのピカソが大好きなんですよ、でその彼のデッサンを見てあのもう愕然としたそのバラの花のデッサン一枚一枚全部そのバラバラにしてそれをさらに組み替えるっていうでそれはつまりその二次元的にものを見るのではなくその三次元的に見なければあの非対称な絵って、キュービズムっていうのは間違いなく生まれなかったんではないかなとこれは僕自分自身の自己解釈なんですけどね食材も そういう形で見ていくとあらゆる可能性がありますよね焼くだけなのか煮るのかフライなのか蒸すのか、ではたまたそれを繊維に対して直角に切るのか平行に切るのかでもその全く違うでそうこうしている時にそのエルブリのそのいわゆるテクスチャーっていう言葉が出てきましたねでこれはもう僕にとってはもう大ラッキーな言葉でつまみ食いそうです、はい、つまりその僕たちの時代は温かいお皿は全て上に乗っているものは温かいものだったでそれがテクスチャーという言葉で温かいお皿であるにもかかわらず冷たいものが乗っててもよかった生ぬるいものが乗っててもよかった、でこれで世界はぐんと広がってきますねつまり料理というのは順列組み合わせ以外何物でもないのでその組み合わせ方がその2乗だった順列が3乗にも4乗にも持っていけることができたっていうのは僕にとってはすごくラッキーでした あくまでも1羽をイメージしてるんですねただそのももとその胸の火の入り方がバラバラですよねですからももだけをあのまず外してももはももだけで適正な火入れをしてでこれはもうあくまでも1羽のままの状態を保つそうすると胸だけ その焼き加減に集中できますのでももをちょうどよく焼き上げればもうこちらの方は本当に火が入りすぎてしまいましたで胸にあの合わせるともうももは生でそうなると後でどこかで調子を合わせないとダメなんでそういう仕事嫌なんでだったらもう最初からこうやっといた方がいいじゃんこの時の方が集中できますんでタニスさんは技術を語ることができるんです技術リテラシーがすごく終わりになるんですけどもこれは頭の中でのデータの記録なのかそれちゃんと記録として残してらっしゃるんですかあのその僕は書面に残してしまうともうそこで全てストップするって思ってるんですですから一切僕は何も残してませんいわゆるその変化していいものだそれを一つ普遍的なものとしてあの捉えてもしまうと非常にそのつまらないものが出来上がってしまうもっとその血の通ったものつまり食材は全部生きてるものから生きてる僕たちがそこに手助けをして人様が召し上がれるような形に持っていくあくまでもそれは音符に過ぎない楽譜に過ぎないんだっていうことの考え方を変えてしまえばカレームの料理でもデュボワでも僕はいつの時代のシェフの料理をピックアップしてもそこからその奏でるのは僕たちシェフの仕事なんですそれは解釈ですからアルベームだろうがそのカラヤンであろうがあの彼らがそのどうタクトを振っていわゆるそのマエストロたちに出させるのかっていうことですよね、それとまさにあのもうこれも僕は辻先生の受け売りですけれども同じことだと思いますね、ですから僕の中で先ほど先生がおっしゃってくださったあの鳩のババロアのベースも鳩のビスクでそれは古代ローマ時代の料理の本をパッと見ててその鳩のビスクというメニューが載ってたんですね、でそれを自分なりに自己解釈してルセットは一切ないです、でもその言葉だけを見た時にもうすでに僕はその中でビスクが出来上がってたんです、でそれはその僕というその楽器を通してで自分自身がそのコンダクターになってでその古代ローマの本を見てその楽譜を見てどう自分で奏でたかったかっていうことはあのアンプでできたっていう、でそういう部分もすごく楽しいですよね。そうですね。料理人を目指す若者に簡単にスパッとメッセージを一言お願いします。
一番答えたくない答え。やめなよやめなよ、ええ、そんなにやりたいんだったら自分に負けないで。光栄です。ありがとうございました。